なってやがる。こんなふざけた真似をするのはあいつしかいない。なんてことを。ジョーちゃん、 お困りかーい。シュッシュッシュッシュ、俺たちのことを忘れた。おめえも視野が狭えな。捕まってな。ちょっとばかし改造してよ。ぶっちぎるぜ。なぜ師匠まで。大切な夕日を奪われて黙ってられるかよ。本当にそれだけですか。おお、それだけだ。絶世の車以上ティファレ島を見たいなんて気持ちはこれっぽっちまで。見えてきたぜ。ずいぶん派手な故郷だな。みんな、ブリタニアを取り戻したい。頼む、力を貸してくれ。任せとくな。珍獣がどうなってもいいざすか。あうん、死刑執行ざす。一ついいか。なんざすか。この命果てる前に国民に詫びたい。懺悔だすか。実に無様。しかし人の無様は蜜の味、聞いてやるざす。我が民よ、愚かな私を笑ってくれ。私はいつしかエクスカリバーと王としての資質を混同していた。その結果ブリタニアを危機にさらしてしまった。もう、負け犬の遠吠えを聞きながらのフットマッサージは至福のひとときざーす。では一体なぜ私がそのような過ちを犯してしまったのか。これには私の生い立ちが大きく関係している。あれは私が5歳の頃、初めてハイキングに行った時だ。顔出すなって兄ちゃん、目だけ出すんだよ。むちゃ言うんじゃねえ。時間稼ぎはうまくいってるようだな。早いとこあのネオン発生装置をぶっ壊す。おいおっさん、いつまで冷めた面してんだよ。だってよ、あれのどこが絶世のグラマー美女だよ。兄はグラマー詐欺だろ。がっかりだぜ。しょ、おい、俺は位置抜けさせてもらうよ。ジェーク、シェークに触る野郎だぜ。仕方ねえ、俺たちだけで行くぞ。以上が5歳の時の出来事だ。私はもう二度とサンダルで登山はすまいと誓った。だが悲劇は繰り返される。あれは私が。ちょっと待つザース。一体いつまで続くザースか。もう少しで終わる。聞いてくれ。あれは私が5歳と2ヶ月の頃。ティファルト様、あれも。なんザース。行くぜアリちゃん。おう弟。シュー。
止まるザース。行くぜ。しゃ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 あ、やだやだ、嘘嘘、うまだ、いけるでしょ、いける、ダメだ、尺が足りねー、ボルジョー、あー、ウェ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 イ、フカヒレにしてやるザース。届くと思ったんだけど。残念だったな、ティファレトちゃん。君は少々グラマーすぎた。まああとはうまくやれよ。みんなありがとう。アーサー、なんてことしてくれたゾースか。センスなさすぎに戻ったザース。一つだけ礼を言う。私はこの国の王として大切なことに気づけた。ウェイウェイ、まだ王を気取るザースか。王の証しはここです。エクスカリバーがあろうとなかろうと関係ない。私自身がブリタニアの王なのだ。だからこそエクスカリバー。面白い。覚悟しよう、ティファレト。生意気ザース。くたびれたぜ。ずいぶん頼もしい顔つきになったじゃねえか。あったくし史上最大の屈辱ザース、見殺しザース。ウェイウェイウェイ。何度やっても私には勝てないザスよ。これまでの私と同じだと思うな。フルパワーザス。まずい、力を解放しすぎた。変身が解けるザス。逃がすものか。そこまでだ。望む僕を演じきれるかな。知らず
私は絶対に諦めない。なんで？世界は光で満ちている。その光を奪うことなど誰にもできはしない。私は決して屈しない。この国の王だから。